い、お疲れ、乾杯。最高。あの動画のストックがガチのゼロになりました。年内の動画がありません。はい、ということで爆食マスビ社長チャンネル、はい、始まりました。こちらでございます。丸大ホール本店さん、大衆酒場さんのところで急遽ちょっと撮影させてもらいたいと思います。忘年会兼反省会兼ない何だろうやります。肉じゃがめちゃくちゃ美味しそう。人生うまくいってる。酒をちょっと飲みすぎちゃう。これぐらい。うんうん。ひろちゃんがうんうんって言ってる。箱店自家製だって。これ長いぞ。めっちゃ美味しい。すごいわ、ふわふわ。何回泥酔した？私は覚えてない。ふわふわだ、すごい。ああ甘い。マグロ。おしぼりメンマ。今年はもう何より人生初のオフ会を開くことができて、そこでみんなと実際に乾杯できたことも結構記憶にしっかり、もう幸せな記憶として残ってて、来年とかもまたね、直接乾杯したりライブ配信でみんなと乾杯しまくって、はい、楽しくお酒を飲みます。すいません、イチコのソーダって、はい、お願いします。
かわいい。ちょうちんな。いいチコのソーダ割りです。はい、乾杯。うん、でも基本ビールと日本酒をやはり一番飲んだかな。あ、まあでも焼酎ね、あ、今も今回も飲んでるけど、焼酎ソーダを飲むようになったよね、最近ね。じゃがいもがでかすぎる。最近は全然もう川崎では飲んでないな。どこで飲んで、あ、でも、あ、いや、武蔵小杉、川崎っていうか武蔵小杉で結構飲んでるかもしれない。だからまあ川崎かで飲むことはありますね。で、まあなんかそのまま野毛行ったり、横浜野毛行ったり、うん、てな感じで飲んでますね。はい、もう一杯。なんかさ、最近マジ可愛く酔えないんだよ。どうしたの？ある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 。昔は可愛かった、マジで可愛かった。おかしい、何も可愛くない。はい、ということで移動しました。はい、はい、2軒目、乾杯、お疲れ、バイスサワー。うまい。いいっすか？ちょっと日本酒にするわ。乾杯。ここマジでめちゃくちゃ雰囲気がいい。いい立ち飲み屋。なんでこんな安いんだろう。全部200円、300円だ。やったー、ホタルイカ。でもそしたらロン毛の方がいいか。でも今年は本当ありがたいことに、江頭さんの動画の中でもお酒を飲ませてもらえる機会があったり、竹明さんのチャンネルでもね、あの一緒にお酒を飲ませてもらう機会があったりと、結構いろんな、私の動画じゃなくて皆さんの動画の中でお酒を飲ませてもらえることが増えて嬉しかったなっていう、酒飲み
が浸透してんのかなって結構、はい。でも飲みすぎには気をつけます。可愛く酔います。来年の目標、可愛く酔う。なんかなんだろうな、来年はまあ本当に今まで通りビールも日本酒もたくさん飲んで、まあさらにまたね違ったお酒も飲むようになるのかなって気もしてるし、そんなこともない気もしてるしまあ楽しく美味しくお酒を飲みましょう。はい。え、ごちそうさま。移動して元祖立ち飲み屋さんで、はい、二次会をやらせてもらいましたが、サクッとの、もう本当に年末で、どこも忙しい中ありがとうございました。急遽だったのに。ありがとうございます。めちゃくちゃいいね、ここら辺で飲むのね。どうやったらここで1万円以上飲み食いできるのかってずっと考えてました。私でもきついんじゃないかなってぐらいコスパの良い、そして美味しいお店、最高でございました。普通にぬんちゃんとダラダラいつも通り飲み食べして終わりました。はい、ということで、今回もありがとうございました。この動画がいいと本当に高評価、私のことはゲンタチャンネル登録よろしくお願いします。またね。